れてはぐれてく雲が鏡の水面を横切る自らを疑わず羽ばたく旅鳥は最果ての地へもし今私が風になれたなら険しい山の頂を越えたらやがて愛する人のもとに何を届けるのでしょうそれは愛する人のそばで寄り添っているのでしょう静まる冬枯れの季節に見放された荒野の先に人は何を見つめるのだろうどこかで続く悲しみが落日を赤く染めてく震える命がただ望むのは安らかな母の胸知らぬ間に夜の闇が包んでもたとえ言葉を失ったとしてもあなたが見えるただ一つの光で流れればいいであればいい。やがてあなたの心の中に注がれてゆけばいい。
メルヴィル行きの船だが乗るかい？私はワロント生まれの結古族、名前はゲラハです。俺の名はグレイ、一緒に来ないか？結古族には人間を嫌う者が多いのですが、私は人間の友達がたくさん欲しいのです。ぜひ一緒に行かせてください。外したい人がいるんじゃないですか？言いにくければ私から言ってあげますよ。仲間から外したい人がいるんじゃないですか？言いにくければ私から言ってあげますよ。一曲いかがですか？私はワロント生まれの結古族、名前はゲラハです。俺の名はグレイ、一緒に来ないか？結古族には人間を嫌う者が多いのですが、私は人間の友達がたくさん欲しいのです。ぜひ一緒に行かせてください。
メルビル行きの船だが乗るかい？いらっしゃい。Thank you.
木屋の裏からトカゲの鳴き声がするんだ。ね、トカゲって鳴くのか？Huh?
キャラ来た人間どもに連れて行かれたんだ。人間に話すことは何もない。オサ、そう言わずに話してください。なぜ人間を避けるのですか。人間は匂いが違うのだ。地べたを這い回っていた我らを立ち上がらせたのはサルーインだ。エロールの子である人間とは違うのだ。お前は人間の匂いがするぞ。月子としての誇りはどうした。しかしサルーインはとうの昔に封じられてしまいました。人間と生きていくのが我らの道でしょう。人間はそう思ってはおらん。その証拠に我らの仲間をさらっていく。やはり人間は信じられん。人間に話すことは何もない。
いらっしゃいませ。何にいたしましょう。月光族を出してもらおう。そのような武器は置いておりませんが。笑えんな。店の奥に隠している月光族を出せばいいんだ。そんなものは隠してねえよ。仮にいたとしてもてめえの指図に従ういわれはねえ。では店の奥を確かめさせてもらうぞ。いい加減にしろ。おい、こいつらを叩き出せ。私はゲラハ、よろしくお願いします。また武器屋が新しい人に変わったよ。今度は普通の感じだ。人間にも少しは信じられるものがいるな。人間にも少しは信じられるものがいるな。
いらっしゃいませ。お泊まりですか？